エジプトからの文化伝播図文化人類学及び文化地理学において文化伝播とは思想観念宗教技術言語などの文化的産物が単一文化内あるいは複数文化間で伝播することである。EN レオフラベニウスの著書デアウェスタフラカニシュクルテュウルクレスで概念化された文化伝播の例として戦闘用馬車や古代の鉄製連術 そして20世紀における自動車や西洋のビジネススーツの普及が挙げられる。文化電波には個タイプが存在するとみなされてきた。文化間電波は様々な方法で起こる。人口移動は文化を運ぶ。失踪は文化間を移動する訪問者によって運ばれる。技術の電波は報酬や他の優位を持って熟練した科学者、または労働者を引きつける、ある一つの社会によって、 しばしば起こってきた。近隣あるいは天在する二つの文化の間の婚姻はしばしば文化伝播を促進させる。文化的に成熟した社会では普及は手紙や本、そして現代では電子メディアを通じても起こる。伝播のメカニズムは三つのカテゴリーが存在する。直接伝播は少人数の人々が隣接して定住する古代には普通のものであった。間接伝播は マスメディアやインターネットの普及によって、今日では普通のものである。アメリカの歴史家かつ評論家の EN、ダニエル・ジェイ・ブールス・チンは、ジョッシュ・ザ・ディスカバーズの中で、文明間の発明の拡散における探検家の役割について、歴史的な見地を与えている。文化間の伝播について提唱されてきたモデルは、以下がある。ありがとうございます。